と自然エネルギーの革命家の飯田哲成です。この新潟からですね、片桐さんが知事になられて、原発ゼロからですね、そして自然エネルギーによる地域づくりへとですね、変えていただけることを期待します。もう世界は大きく変わっていて、で、まあ、その取り残されている日本をですね、一気に取り返すチャンスはこの新潟にあると思います。エネルギーも自然も、そして食料も農業も豊かな新潟からですね、一人一人に寄り添った形で、地域からのエネルギー革命、ぜひ、片桐さんに実現していただきたいと思います。応援してます。